ホタテをなめるなよ、大人に甘けないぜ。てな感じで、わからない方は、ひょうきん族ホタテで検索をしてください。はい、それでは今回も分かりやすいとは言っていないゆるっと解説、 Mac で iPhone12HDR を編集という内容で説明していきたいと思います。まずご注意です。内容については責任を負いません。情報は11月21日のものです。今後のアップデータや公式資料が出ることで変わることもあります。前回のゆるっと解説 Mac で HDR 編集に加筆する内容なので事前にご覧ください。さらに、この動画を制作時のプレミアの最新バージョンは 14.6 なのですが、残念ながら私の環境で HDR は正しく動作していなかったのでバージョンは 14.5 を使用しています。ダヴィンチリゾルブに関しても最新は17のベータなんですが、17では RCM リゾルブカラーマネジメントですねの周りがですね変更になって挙動が安定しないため、今回は 16.2 を使用しています。はい、ではお題です。そもそも iPhone12 シリーズでのドルビービジョン HDR って何？ iPhone からのデータの読み込み、 HDR での編集（HLG ですね）、これらの順で紹介していきます。はい、そもそも iPhone12 シリーズでのドルビービジョン HDR って何？っていうところからです。正直言うと詳細は分かりません。なんでかというと、今現在、2020年11月の現在で iPhone12 が撮影するドルビービジョン HDR に関しての仕様は公開されていません。一応仕様として分かっていることは、プロファイル 8.4 というものであることは分かっているんですけども、現在このプロファイルの仕様の詳細が分かりません。ただしなんですけども、実はですね、iPhone12 が発売されて数日間の間までですね、ドルビービジョン自体がですね、仕様書を公開していました。この仕様書というのは別に iPhone の HDR のデータの仕様というわけではなくて、プロファイル 8.4 とはどういうものなのかってことが書かれてた内容なんですね。で、これ現在実は見つけることができません。もしかしたらその会員用に内部的に公開されているかもしれませんけども、普通に探しても出てきません。ただ実はですね、そのデータがなぜか手元にありまして、それを見てみると中に書かれている内容、これはですね、書類の日付が2019年9月16日付、まあ1年以上前ですね、この内容なのでそこから変わっている可能性は十分にあるんですけども、その内容を見てみると、まず HLG 自体の仕様なんですけども、アライブスタンダード B67 に準拠した HLG 形式のデータであること、そしてピークが1000ニッツ、そしてデータの形式が HEVC10bit の420のデータであることということが書かれていました。よくこの iPhone12 の出た時にですね、 HDR の説明でドルビービジョンだから1万ニッツだよとかっていう風に書いてるところがたくさんありましたけども、それはあくまでもドルビービジョンのその規格だけであって、中のデータがどうであるかっていうことは言ってなかったんですね。実際1万ニッツで取るってことはもう基本的にほぼないです。で、実際このピークは1000ニッツという現実的な数値のところで止めてやります。さらに、実際の撮影したデータとかを、見てみると、実測のデータの計測値では 4K30 で、50Mbps といった感じのものになっています。それで、さらにですね、ドルビービジョン何がすごいかというと、もともとまあ、この iPhone のためというわけではなくて、ドルビービジョンの仕様もそうなんですけども、接続されたそのモニター自体をコントロールする機能があるということですね。モニター自体の明るさを調整するという機能です。で、これを使うことによって、実際の収録されたデータには多分フレームごとに輝度レンジどのくらいの明るさを使っているかですね、こういったものが記載されているので、これを、参考にしてモニターの明るさを動的に変化する、
これによって明るいシーンではモニターの表示も明るくすることによって、綺麗な明るさ、まあ、澄んだ明るさというべきですかね、こういったものを表示して、暗い、例えば黒いもののシーンではちゃんと黒く締まった、ものを表すためにモニター自身も少し暗くしてという形をして表示の表現力を高めるということをしています。すいません、これはあくまでも、おそらくの予想です、はい、というところで、実際今これご覧いただいている方の多くが、まあ、YouTube で映像を公開されようとしている方だと思うんですけども、まあ、YouTube で Dolby Vision HDR を扱う必要があるのかというところなんですけども、まず今のところ YouTube が Dolby Vision HDR に対応しているという情報はありません。たとえ対応していても恩恵を受けられるのは対応している端末、例えば iPhone とか Apple TV とかですかね、こういったものに限られてくるということをいろいろ加味して考えると、とりあえず普通に HLG として編集すればいいんじゃないだろうかというところに落ち着きます。ということで今回は HLG での編集ということに着眼して説明をしていきます。まず映像の取り込みです。なんで今更映像の取り込みっていう風になってくるんですけども、実は iPhone で撮影した HDR のデータですが、何も考えずに読み込み処理を行うとオリジナルの HDR のデータじゃなくなる場合があるんですね。例えば iPhone で撮影した映像の多くは写真アプリに入ってそこから管理するんですけども、環境によってはという条件があるんですけども、何も考えずに例えばドラッグ&ドロップとかで読み込むと H.264 の SDR のデータに変換されます。これはそのマシン環境が H.265 の再生に適しているのかどうかということで変わってくるようですね。なのでマシンの性能、さらに OS によって変わってくるようです。これらをまず気をつけなくてはいけないというところです。そしてそれがちゃんと正しく取り込まれたかどうかを確認するためには、そのデータを開いて情報を見ることによってちゃんと微量のデータになっているのかどうか、ちゃんと HDR のデータになっているのかどうかというのは確認できます。例えばこんな感じですよね。こちらの方情報を見てみると 10bit の、Dolby Vision データ形式は HEVC、 これはちゃんとオリジナルのデータが読み込まれている場合に表示されるデータです。これが変換されている場合がここが H.264 とかという形になっていますね。で、取り込み方法3つあるんですけども、まず一番スタンダードな写真アプリ、先ほど言ったようにですね、どうもマシン環境、OS 環境によって、動きが変わってくるんですね。で、うちの2018、MacBook Pro の2018に関しては、カタリナまで確かドラッグ&ドロップで読み込むと、H.264 に変換されて読み込まれていました。で、もしその変換されてしまう環境であっても、書き出したいデータを写真アプリで選択をした後に、ファイルメニューから選択した数の、オリジナルを書き出すというメニューがありますので、これを使って書き出すとオリジナルのまま書き出されるようです。次にイメージキャプチャーアプリ、これあまり知られてない方が多いんですけども、イメージキャプチャーアプリ、標準のアプリです。これを使うことによってそのまま、ドラッグ&ドロップとかメニューで書き出した場合、オリジナルのデータで書き出されるようです。あとはファイナルカットプロで直接読み込み、ファイナルカットの場合は接続された iPhone からダイレクトにデータを読み込むことができるので、この機能を使うとオリジナルのまま読み込みます。はい、それでは実際ちょっと様子を見ていきましょうか。はい、それでは写真アプリで見ていきましょう。例えばこちらにあるデータ、iPhone12 ミニで撮影した内容なんですけども、これをドラッグ&ドロップでデスクトップにコピーします。ちょっと時間がなんかかかってる感じですね。実はこの時が注意です。ちょっと開いて見てみましょう。はい、こういった形にですね、これもともとは H.265HEVC ですね、こちらに収録されてたものなんですが、 H.264 に変換されていることが分かります。で、内容もこちらを見てみると HDR ではなくなっています。こういった変換が自動的にされてるんですね。それに比べて、ファイルメニューから書き出す、1本のビデオの未編集のオリジナルを書き出す、これを選択をして
書き出します。はい、今同じ名前だったのにカッコ1がついてますね。この中のデータを見るとこういった形ですね。ちゃんとオリジナルの HEVC のデータを守って10ビットのドルビービジョン HDR になっていることがわかります。はい、次は、イメージキャプチャーアプリです。こちらの方を使って、こういうふうに今 iPhone の中のデータを見ているんですけども、これをドラッグアンドドロップで読み込むと、ダブルクリックをしてみると、ちゃんと HDR の HEVC のデータでドルビービジョンのデータが守られていることがわかります。まあ、カメラに撮ったデータを、例えば iCloud フォトとかそういったもので写真を共有していない使われ方をしている方にとってはこれが一番手軽かもしれませんね。はい、次が Final Cut Pro の読み込みの画面ですね。まあ、見たまんまです。iPhone の中をそのまま見ているので、このまま選択した項目を読み込むということをすることによってオリジナルのデータがそのまま読み込みますといった感じで、ちゃんと HDR で撮影した iPhone のデータを正しく、読み込むことができます。はい、次は編集という視点で見ていきます。先ほどからお話している通り、 Dolby Vision HDR を編集するというのは HLG のデータを編集するということになります。で、何が変わっているかというと、実際基本的には前回ご紹介した内容とほぼ変わりません。単純に、設定を変えるだけです。で、今回はちょっとその設定の部分を見ていきましょう。ダヴィンチリゾルブでの HLG 編集について見ていきましょう。プロジェクトは、次のようになります。さっきのですね、使用書が正しいのであれば HLG の使用は、アライブのスタンダードの B67、これになります。なので、カラーマネジメントの部分に関してはタイムラインのカラースペースが、REC2020HLG アライブスタンダード B67、 出力カラースペースも同じものになります。実はですね、これもう一つの方の HLG REC2100HLG、これの設定にしても構いません。ちょっとビューアーの表示は変わるんですけども、書き出されるデータは同じようになります。ただ気をつけなくちゃいけないのは、その時に、ちゃんとタイムラインのカラースペースと出力カラースペースが同じもので指定しているのと、読み込んだ HLG のデータが、それぞれ同じ設定になっているかというと、それさえ守れば書き出したデータは大丈夫です。実際、こういう形ですね。左がオリジナルデータをそのままアップ、つまりですね、読み込んだデータをそのままYouTube にアップロードしたデータですね。で、右側がダヴィンチリゾルブで編集した内容、まあ、ダヴィンチリゾルブを通してということですね。処理された後のデータをアップしたものです。で、同じものが守られているかと思います。ただですね、実際ちょっと気になるところもありまして、前回の回でもお話ししましたけども、ダヴィンチリゾルブ自体は機能として HDR のプレビュー機能を持っています。ただ、HDR のその表示がですね、ちょっといまいち、違いすぎるなというところがあります。なので、実際のところですね、確認される場合はブラックマジックの HDMI のインターフェースをつけて、それを HDR モニターに接続された結果のものをご覧いただく方がいいかと思います。ちょっとこの辺実際に見てみましょうか。はい、今これ、ダヴィンチリゾルブ 16.2 の画面ですね。で、ここに並んでいる素材は、全部 iPhone 12 mini で撮影したデータです。で、これをタイムラインに並べて、まあ普通通り編集ができるっていう感じですね。はい、で、これを、編集しているタイムラインを見てみるとこんな感じですね。タイムラインカラースペースが、ちゃんと先ほど言ったように同じものになっているんですね。出力カラースペースと。で、この時に注意が必要なのは、カラースペースの、入力の指定の部分ですね。
デフォルトの部分ですと、こういうふうに 2100HLG、 これが選ばれています。で、先ほどのタイムラインのカラースペース、出力のカラースペースを、アライブのものに指定しているのであれば、これをこれに変更しておいてください。まあ、ここにあるの全部そうですね。つまりタイムラインのカラースペースと、素材のカラースペースを合わせるようにしてください。じゃないと出力された結果が、変わってきます。逆に言えば、例えばこれを変更するのは面倒くさいというのであれば、戻して、こちらの方の設定をこのように、合わせるようにしてください。ただ、先ほどお話した通り、こちらの HDR のプレビューなんですけども、ちょっと書き出されるものとかけ離れてる感があるんですよね。これ改善されるかわからないんですけども、ちょっとあまりここは信用しない方がいいような気がしています。はい、という形で書き出せば、書き出しは、さっきの前回の内容ですね。前回の内容をご覧ください。そしてアップロードすれば YouTube で HDR の絵として扱われます。はい、戻りまして、はい、次にも言ったように書き出しの方法は、前回と同じなので、前回のゆるっと解説にバックで YouTube HDR をご覧ください。はい、次は Final Cut Pro ですけども、これもプロジェクトの設定を変更するだけです。前回は、HLG の素材を PQ のタイムラインに並べてということで変換とかをしましたけども、それはする必要がありません。もともと HLG のデータのことですね。で、Final Cut Pro に関しては、ちょっと一つだけポイントがあって、 Final Cut Pro に関しては前回説明した内容と変わりまして、前回は 10.4.10 というバージョンだったんですけど、今回は 10.5 というバージョンを使っています。このバージョンから2つ要素が増えまして、 HAVC10bit の書き出しのプリセットが、つきました。前回はコンプレッサーで作ったプリセットを使うということをしていましたけども、これをする必要がなくなりました。あともう一つは、ドルビービジョン HDR の、メタを作成して、それをくっつけて出すことができるということになっています。つまり、iPhone で撮影した時につくメタデータと同じようなものが編集結果にまた付けれるということですね。ただこれに関してはですね、実際ちょっといろいろ試してみたんですけども、正直ですね、あんまりちょっとパッとしてないので、今回ここの説明は省きます。実際これつけたところで YouTube では変わらないので、飛ばします。はい、で、次に、プレビュー表示に関しては、基本的に編集している、内容、色合い、明るさというのが基本的には YouTube にそのまま反映されるような感じです。まあ、もちろん 100% というわけではないですけどね、中でいろいろ変換とかも入ってますので。はい、それでは実際に、Final Cut を見てみましょう。はい、Final Cut Pro の画面です。素材に今これ iPhone10 で撮影したデータがあります。まあ、これらを今まで通り、普通にこう編集して並べていくと、で当たり前のように普通に再生をして編集をしていくと。はい、でこの時のプロジェクトの設定なんですけども、はい、こういった感じ、ワイドガマット HDR レック 2020HLG というのを選んでおきます。これだけですね。そして書き出しに関しては、共有からマスター設定というところで HAVC10bit、もしくは HEVC10bit かっこドルビービジョン 8.4 付き HLG、 これらを選ぶか、前回お話しした通りプロレスで書き出すか、どちらかを選ぶ形になります。HEVC の書き出しに関しては、今使用している Mac は Intel Mac なんですけども、残念ながら特に速くなっているところはありません。
これが、新しいシリコンマック、こちらでどうなっているのか、私は今現状試せてません。はい、早くなってるんじゃないかなと期待しています。はい、それでは次はプレミアになります。基本的にプレミアで HLG の編集というのも前回の設定を基準にタイムラインを HLG の設定に変更するだけです。ただし、現段階ではですね、現段階というのは今 12.5、 一応念のために 12.6 での動きも確認したんですけども、 iPhone12 での HDR データは正しくは使えないんですね。どういうことかと言いますと、これご覧いただきたいんですけども、一番左が、プレミアのビューアーで表示された内容です。右側は YouTube にオリジナルデータで上がったままのもの、つまり、元のデータの色ですね。で、真ん中が、プレミアで編集したデータを上げたものというのなんですけども、一番右と左をですね比べてみたら分かるんですけども、左側の方はすごく彩度が上がってるっていうのが分かりますね。これなんですけども、私のちょっと経験則的なお話で言うと、ここで、間違っている色の表示は REC709 のデータを何のマネジメントなしに REC2020 に配置した場合にこうなるんですよね。つまりちょっとカラーマネジメント処理がされずに、配置されているような感じで、ご覧のようにどぎつい色、彩度が上がりきったような感じの色になってしまっています。で、この辺、指定が間違ってるって形なんですけども、本来ならば、その指定を編集して、やり直せばうまくいくはずなんですけども、これ前回の私の動画を見ていただいた方はご存知だと思うんですけども、プレミアにはですね、この色の指定を変更するですね機能がちょっと不十分なんですね。ちゃんと対応したメディアでは変更できるんですけども、ちゃんと対応していないメディアでは変更ができません。なのでちょっとこの問題を解決する方法が、ないんですよね、実際のところ。例えばルメトリとかで色調整をすることで、補うこともできるかもしれませんけども、まあそれはもう割り切って、まあこれはこういう色、結果的にまあ、色を作る、自分で作るからという考えのもとでやるべきですね。というのでちょっとここ注意が必要です。で、それを踏まえた上で、書き出す場合ですね、これ前回とちょっと全く異なります。 HLG に関しては PQ の時の書き出しと変わってきますね。プレミアプロの今これ 14.5 なんですけども、での HLG の、形式のデータでの書き出しはXAVC で書き出すか、プロレスで書き出すかの方法に限定されます。2つの方法ですね。ただ、面白いのが、実はこの2つのデータ形式、いつでも YouTube ちゃんと理解して読み込んでくれます。この XAVC、しかもこれ、イントラ300、業務用の XAVC ですね。このデータをちゃんと YouTube がそのまま読んじゃうんですね。なので、この2つの方式を使って書き出せば HLG のデータとして YouTube にアップロードすることができます。ちょっと実際見ていきましょうか。はい、プレミアの画面です。ご覧の通り今、iPhone mini で撮影したデータをタイムラインに並べて、こういうふうに編集できるような状態になっています。で、この、編集しているタイムラインというのは、シーケンス設定で見てみると、作業カラースペースが REC2100HLG になっていることが分かるかと思います。はい、で、先ほど言ったちょっと色の違いなんですけども見てみましょう。例えばこのオリジナルのデータを比べてみると、分かりますかね、こう空の色の違いがもう異なっていると。サイドの明度の違いが変わっているんですよね。残念ながら。そして書き出しに関しては、メディアの書き出しから、例えば一つ、クイックタイムから、Apple Pro S422 HQHLG とか、他にも、XQ とか、4x4 とか、ありますね。その他に、もう一つが、XAVC での書き出し、
MXF のその OP1A ですね、これを選んで、XABC の QFHD イントラクタス300、23.976BHHG ですね、これは24のフレームなのでこれになるんですけども、こういったものを選択すると、でそれぞれ基本的には、先ほどのクイックタイムの時もそうなんですけども、まあ、最高深度に合わせてレンダリング、最高のレンダリングになると、これらをチェックをして書き出せば、そのデータを YouTube に上げて HDR のデータとして扱われます。ちなみにここでは今ベクターのデータを見せてますね。先ほど言ったようにその色が変わっている要素ですね。ここに今、ファイナルカットプロのベクタースコープ、こういった色の変更ですね、ダビンチでのベクタースコープの表示、同じデータですけども、ちゃんと同じような、エリアになってますよね。それに対して、プレミアの中のデータというのはこういうふうに、広がってるというか、もうボワッと飽和して部分的にはオーバーしてるところですね。こういうところもあります。まあちょっとプレミアのデータがおかしいよっていうことを表しています。これらを踏まえてそれぞれの PQ の書き出しに関しては、前のユネット解説 Mac で HDR 編集をご覧ください。幸いのことにも素材が HLG からのものをやっているので今のワークフローに当てはまると思います。で、HLG でそのまま書き出すのと PQ での書き出しはどちらがいいのってなってくるんですけども、これは皆さんの好みです。理屈的なお話で言うと、実際、PQ として書き出す場合は、変換が入りますので、何らかのロスはあるはずです。ただ個人的、これはあくまで個人的ですね。PQ 形式の方が、好ましく思っています。それは、明るさに対してちゃんと管理ができるところと、あと、ちょっとハードウェア的な部分でですね、昔そのグラフィックボードを変えるだけで表示が HLG の場合は変わってしまったっていうことが経験してまして、あまりいい思い出がないんですね。なので、私としては PQ を書き出しています。これは別に HLG でも構いません、はい、これはあくまでも個人の好みです。はい、ではまとめです。はい、今回は2点だけですね。まず Dolby Vision HDRという風になってますけども、これあまり気にせずに普通の HLG として編集を行えばいいんじゃないかなと。もう一つは iPhone からのデータの取り込みを注意する。気づかずに、変換されて SDR のデータになってしまっているということがあるので、この2点ですね。はい。ということで、今回の、iPhone12 で撮影した HDR データを編集するの会は、以上の内容になります。何か皆さんのクリエイティブワークのお役に立てれば幸いです。お疲れ様でした。